はい、どうもセイリーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。では、不選択不可モード頂上決戦やっていきます。選択不可モード、ミスリルさん先制取ったね。先制取ったんで、禁止ターン向こうからやられますね。エリザベートと空手が見えてます。禁止は何をするかによりますね。ハテナからやっぱ LR 狙いたいな、これやったら。あ、マキも見えてるな。マキが見えてるんか。これはね、やっぱエリザ空手両方禁止してハテナ行きましょうか。これで、ハテナ狙いに行きましょう。マキ取るかな、先に。さっきマキ行きましたね。これはもうハテナで LR 狙っていこう。クーラー暴走取られた。お、アッシュ出た。よしよしよし。で、向こうのこのハテナが何かによりますね。今何取ったかによるかな。これはネームレス取っとこう。ネームレス、あと防御固めていきたいね。バネッサと禁止ターンがこっちは、禁止ターンね、Kダッシュ禁止しようか。さあ向こうが何を取るか。ゼロと、ゼロは取るよね多分。そうそう、ゼロとイオリ、ゼロとイオリか。じゃあルガール、ギース、カスミの3体防御取ろうかな。これでいきますか。残りはそうやね、やっぱ攻撃型として右京さん、まあ欲しいかな。右京さんは余れば取ろう。あ、取られた。そしたらこれやったらハイデルン、テリーかな。ですよね、ハイデルン、テリー。さあ向こうのハテナが何かによるけど、何やろ、ラモンかな。多分ラモンですね、ハテナは。こっちアッシュなんで、先制は、こっちか。そうやね、アッシュ置いとこうかな。カメ、ヘビ、クマは、あ、クマおらへんやん。トラも、トラは、K ダッシュか。ちゃちゃ、K ダッシュはクーラか。クマがいないんか。アッシュね、アッシュは置くでしょ。で、ハイデルンよりテリーかな。これでいきますか。クーラも置いとこう。沈黙あるんで。これでいきます。ラモンを頭にしてる。このラモンはゲージ多分たまらんと思うんで、霞から打てばたまらない。さあ、アッシュはスキルが出ている。やっぱ早いこと暴走を倒したいかな。あ、このまま来た。これアッシュゲージたまれへんかな。ラモンがスキル出てて、アッシュに飛んできたら多分ゲージたまるんですけどね。あー、惜しい。横やった。ワン、ほんまに、あれですね、ピンポイントで飛んできかけたけど、惜しかった。これはもうテリー前に出さなあかんね。テリー出して、これは、あれか、スキルが弱いな。ここは、暴走溜まってるんで、もう叩いとこう。さあ、パワーチャージ。暴走溜まってるからね、もう。で、こっちクーラー溜まってるんで、次一気に仕掛けたいな。お、ブライアン一体だし、暴走は使ってくる。霞はゲージ溜まれへんか。ゲージ溜まってほしかったけどね、暴走スキルは出ている。これはね、そしたら、そうやね、ここは、ブライアン、チズルはまだ溜まれへんでしょ、マキは。これでいこう。これでいって、ここはね、アッシュ、クーラー使おうかも。クーラー使っていこう。凍結もあるし。いきましょう。凍結狙いで。よし、マキに凍結入ってますね。で、アッシュはまだ温存しよう。アッシュはまだ温存。こういけばだいぶ削れますね。さあ、ここ霞溜まってるから霞を調整もしにくいしね。マキは動けない。お、これは霞を下げに来た。そしたらクーラー前に出さなあかんな。これクーラー出して、ここでもう勝負かけましょうかね。これでいいかな。アッシュから使いましょう。さあ、アッシュ、うわー、倒せないか。今の微妙に倒されへん。ここ暴走倒します。暴走を倒しに行く。さあ、クーラースキルが出てるし、まあ、アッシュがいるんで全滅もないと思うので、クーラーも前に出してるし。さあ、向こうは UR、 あとゼロがいるよね。ゼロと何やったかな、 K ダッシュやったかな、ウィップと暴走、ウィップとイオリ、普通のイオリね。
SR よりを使わない全滅を狙ってきてますね。そしたら霞が打てるんで、霞打って、こういこう。これで霞は使います。さあ重ね当てでどっちか下げれますからね。後ろこうより下げた、より下げたんで、この、ウィップはウィップ倒してもいいかな。ウィップ倒せないか。マキは使いにくいよね。イオリは使えないし、マキ使っても全滅が取れないんで、かといって次のターン調整難しいから、結構ね向こうの人この、このターンで何を出すかが肝心ですけどね。もうゼロ出して一気に来る可能性もあるし、あ調整してくる、これ調整できる。おお、ギリ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 調整ができましたね。そしたらもうこれはクーラー出さなあかんね。こういこう、こういって、ここのウィップは倒すんですが、これはもうイオリ、多分イオリ溜まってないですよ今のゲージ。多分溜まってないイオリは。霞で怒りダウンして、次のターン多分溜まらないと思うので、ゼロ東京さん。イオリが溜まってたらやばいけど、多分溜まってないと思うんですけどね。さあゼロ出してきて、マキも使うよね。マキは？あ、ささみゆきね。ガードした。マキ使って、で、イオリは溜まってないでしょ、おそらく。溜まってたらやばいけどな。溜まってない。ガードいいね。クーラーガードいいよ。おー、マジか。めっちゃ耐えた。てか、クーラー、あー、やられたわ。列車でやられたね。じゃあ、ギース、ギース、ハイデルン。と、ネームレスよりルガールかな、ここは。もう、こういっとこう。こういっときます。で、アッシュから使う。バフ解除あるからね。このゼロのバフを解除して、次にギースかな。で、ルガールで飛ばしてハイデルン使おう。これでイオリを狙い撃ちできますね。あ、イオリ倒した、ルガールで。これで、もう負けることはないでしょう。マッシュがいたから結構やりやすかったんですが、マキがいるからね、言うても。油断できないよね。これでも向こうの人キャラいないもんね。キャラなんかいたかな、あと。いないですね。そしたらもうこれは、どうしようもないかと思いますが。チズル使っても、アッシュがやっぱこうなると活躍してくれるよね。ここはルガール下げよう。ルガールを、下げます。これはアッシュがやってくれましたね。まあ、LR、昔の LR で全然印象は薄いんですけど、まあ、やっぱさすがに UR の戦いになるとアッシュが役に立ってくれますね。はい、では頂上決戦の続きやっていきます。今回選択不可モードね、禁止モードボタンを押しました。先制は取られてほしいけど、禁止カーソルやっぱね、先に選べるのはでかいからね。さあ、どうかな？なかなか、当たらないね。もう結構時間も遅いんですよね、今。夜の12時40分ぐらいなんですよね、今。なんで、もうやってる人が少ないんかな、むしろ。お、めちゃめちゃ長いですね。当たった。やれるのか。猪木やん。やれるのか、おいってね、猪木言うんですけどね。先生取ったね。そしたら向こうの人が禁止の番ですけど、LR が見えてない。ハテナ禁止したんか。そしたらこっちもハテナ禁止して、ハテナ1体ずつ取りに行きましょうかね。それで、そうしよう。ハテナ勝負って感じ。あー、ビリーや。ビリーかー。シェン取られた。黒ゼロかな、そしたらね。黒ゼロ。次は、何取ったの今。あ、まだ。クーラーですよね。ゼロかクーラーやったら。クーラー取ろう。向こうの禁止ターンは、これゼロとルガール取られるかな。禁止せなあかんな。マリーとモモコ。さすがにゼロ禁止しないとね。UR なんで。で、ルガールとシンゴ取るんかなですね。シンゴ嫌やな。こっちは、ミスタービッグと、イオリな、SR イオリね、まあ、取っとくか。もう一体が、タクマ取っとこうかな、防御として。これでいこう。
タクマ先にも取っとこ、防御型。単体なんで言うても、イオリとビッグが単体なんで、最終あたり欲しいですね。あ、最終余ってる。最終と、ラモンかラッキーやったら、いや、ラッキーにしとこう。ラモンはちょっとね、危険なんで。先生こっちやね。ハテナからは、ザキヤマが出てたね。タクマ、シンゴがいるからもう、あれやな。怒り下げされるから、使えないと思ってた方がいいよね。最終、ビッグ、ラッキーかな。これでいくか。頭ビリーの方がいいかな、タクマよりは。そうですね、こんな感じでいこうかな。クーラーをね、置きたい気持ちもあるんですけどね。これはもうザキヤマゲージ溜まってもいいので、叩きましょう、パーフェクトで。ミスタービッグ、麻痺は麻痺しない。クーラーはね、やっぱスキル強いからね、置いてもいいかなと思ったんですけど、相手のキャラにもよるからね、シンゴ怒り下げててる。この、ザキヤマ調整します。これは倒さないように調整。倒せないね。さあ、デスダンク。このザキヤマは下げるんかな、次は。あ、ヒナコ前にしましたね。シンゴがやっぱね、固めやからね。そしたらこれは、シェンはスキル出ない。このまま行こうじゃ。このまま行って、エビリーは使わない。これ麻痺してほしいな、ここは。麻痺。わー、ないか。でも結構削った。今、ひなこのゲージ結構体力ね、削りましたね。さあ、合掌ひねり使ってくる。ザキヤマも使うよね。あ、ザキヤマ使わないの？なんで？ゲージ溜まってるけどね、こっち全部。あ、シンゴスキル出ない。そしたらこれは、後列のキャラ、後列に飛ばすキャラいたかな。あー、後列には飛ばせないんか。これもクーラー出して、じゃあ、行きましょうか。クーラー出して、そうですね、このシェンを叩きに行きたいね。で、頭が、こうかな。これで行こう。いや、あ、逆や。あー、逆の方が良かった。やってもうてる。まずは、最終。やってもうたね、今の。逆の方が良かった。ビッグ打って、ラッキー打ってクーラー。うん。で、クーラーで、このシェン倒せるんですけど、これ、全滅の調整されるとね、厄介なんで。あ、ちょ。ここは、シェン倒しとこう。シェンはきっちり倒しとこう。この置き方がちょっとミスったね。ラッキーをビッグの前に置こうと思ったんですけど。むしろこの2体出しするとね、調整されるとややこしいんで、あ、調整してこないんかな。調整されるとね、結構やばいんですが、まあ、そのためにクーラー出したんですけど、盾があるから。ただこの1列に HP 最大、満タンの2キャラを置いてるのは非常に失敗しましたね。最終が無駄に攻撃食らってもうたもんな。さあ、暗黒雷光剣。最終割られるかな？バーニング信号。ビッグまでは届かんかなと思うんですけどね、どうかな。ビッグまでは届いてほしくないけど。ギリギリ、よし、これは、ビッグは生きる。生きてます。そしたら、タクマ一体出しで一旦調整しましょう。奇進撃は使う。で、クーラーゲージ溜めたいけどね、まだ溜まらんな。次、このまま来たら、イオリぶつけようかな。SR よりこのまま切ったらいいんですけどね。うん、考えてますね。非常に考えてる。このまま来ました。え、溜まるの？嘘やん。無駄にビッグやられた。そんなゲージ溜まる？マジっすか。クーラー強すぎた。マジか。うわー、どうしよう、これ。じゃあ、黒ゼロなぁ。出すか、もう。これ、あれなんですよね。ワンパンできるかどうかが、イオリで。無理か。さすがに、ルガールはワンパンできひんな。じゃあ、黒ゼロ使おう。うわー、黒ゼロでも倒せない。マジっすか。黒ゼロでも倒せないか。じゃあ、シンゴ叩くんですけど、そうか。これででもクーラーゲージ回収した。あと1体ですよね。ヘビーD？うん。これはイオリやられるかな？釣りはいらねえ。うわ、クリティカルめっちゃ減るやん。マジか。そんな減るの？
お、なんとかタクマ生きてる。これネームレスがね、嫌やな。まあ、こう言っとこう。こう言って、タクマは、これもう叩いていこうか。あの凍結狙いでいきましょう。これフリーズ凍結、うわーない。ここのこのシェルミー倒したいけどどうかな。黒ゼロで倒しましたね。危ない、危ねえ。ネームレス螺旋は諦めた。今使うかどうか迷ってたんかな。まあでも今のギリギリやったね、ほんまに。ミスタービッグがねルガールにやられるのが予想外で、あれがなかったらまあ結構楽にいけたんですけど、あれがあったからどうしようかなと思って、まあ黒ゼロがでもなんとかスキルが強かったんで、ギリギリいけましたけど、まあ、ほんまギリギリでしたね。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。